皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だが、ちょっと待ってくれ。お前なんだその装備は。全身鉄に身を包んで。ああ、今日はこれから、ネザーに行こうと思います。ネザー？いや、落ち着けって霊夢、ネザーはまだ早いって。お前まだレベル9だし、シリーズはまだパート10じゃねえか。大丈夫、ほら、矢が19本もあるし。何が大丈夫なんだよ。さ、どこにネザーゲートを作るかだけど、とりあえずスペースが空いてるんで、家の真下に作ろうかと思うよ。なんで？いやいや、絶対反対。そんなのおちおち眠れないし。ああちょっと待て、考え直してくれ。黒曜石は一度置いたら、バカ野郎。もう、さっきから何ですか？私がネザーゲートの作り方を解説しようという時に。お前忘れたのか？黒曜石はダイヤモンドのツルハシでしか取れないんだぞ。しかもお前撮影以外で、ダイヤモンドのツルハシなくしてたじゃねえか。あ。バレてた？バレてるよ。ごくり、これで枠組みができたわね。黒曜石があれば、作るのは簡単だな。あとはこの、火打ち石と打ち金で、入り口のところで火を起こせば。緊張の一瞬だぜ。できちまったな。めっちゃ怖いんだけど。なんかゴーゴー言ってるわね。いや、やっぱりやめとこうぜ。すぐ死んじゃうって。そうさ、100% 勇気。もう頑張るしかないさ。何光源氏の歌で鼓舞してるんだよ。それじゃあ、ゆっくり霊夢とゆっくり魔理沙、いざ、寝たい。じゃあ、あごめん仕切り直し、いざ、寝たい。き、じゃあ。は、ここは。いや、怖い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 。およそこの世のものとは思えない鳴き声が聞こえるんだけど。あ、マリサのいびきじゃなかったの？名誉毀損で訴えるぞ。いやお前は何ステーキ食ってんだよ。ネザー行く前に食ってこいや。ってあれ？これもうついてんのかな？霊夢、一歩前出てみて。おー。ここがネザーか。すごいマグマの海ね。でもなんか、キラキラした鉱石もあるな。遠くの方にモンスターも見えるぜ。でも、見渡す感じ、今すぐ危険になることはなさそうね。いやでもこの声怖すぎだろ。どっから聞こえてるんだよ。とりあえずあのモンスターと戦ってみますか。ま、それもそうだな。あのキラキラ取りたいし。よし霊夢、しっかり狙えよ。大丈夫、いろんなゲームで鍛えたこのエイム力、マイクラでも発揮してやるわ。いや何してんだよ。ごめん、押すボタン間違えた。いけ。うわ、近づいてきたぞ。急いで剣に切り替えるんだ。うわぁ、当たれー。お、倒せたな。なんか今、結構いいもの落とさなかった。ほう、金の剣に、金の塊までゲットしたな。これはちょっと嬉しいな。あ、なんか取れた。パリーンって言ったけど、大丈夫か？ほう、グローストーンダストか。ってことはこれはグローストーンだな。確か以前視聴者さんが教えてくれたけど、光源として使えるみたいだぜ。おお、それじゃあ私の水族館計画もいつかできるかもしれないわね。そうだな、なんか、ネザー思ってたより楽勝。マリサ。何あれ、知らん。だがどうやら、この気持ち悪い声の主みたいだな。ま、まだ距離はあるし、ちょっと攻撃してみるか。あー、熱い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 。霊夢、あいつはやべえぞ、一旦退散だ。うわー、なんか地面も燃えてるし。逃げろは、は怖かった。なんとか生きてはいるみたいだな。それにしてもあいつヤバすぎだろ。今日は一旦寝て、出直しだな霊夢。ネットで調べたところ、あいつの名前はガストっていうらしいぜ。なるほど、つまりチーズインハンバーグですね。いやチーズインハンバーグではねえよ。まあチーズインハンバーグ美味しいけども。いやー、頑張って倒してみたいな。こんくらい離れてたらいけるんじゃね？しっかり狙えよ。あ、意外とあっさり倒せたね。なんか落としてったな。マグマの皮があるけど、せっかくだし取りに行くか。はぁ、でもこうやってところどころ燃えてるの、やめてほしいわね。これは何なんだ、自然発火してるのか。てかそうやって石ブロック置かないと消えないの？あー、やだなー、怖いなー。マグマブロックとかもあるし。ただでさえ異常気象で暑いのに、夏休みにこんな暑そうな動画上げてすまねーぜ。熱中症には気をつけてくれよな。あらやだマリサずるい、私も好感度上げたいんだけど。へへへ、こういうのは先に言ったもん勝ちだぜ。視聴者さんこの人下心あります。
ば、そんなものあるわけないじゃないですか。と、二人の好感度が揃って下がったところで橋が完成しましたね。足を引っ張り合うのやめようぜ。なんかいいもの落ちてるといいな。あれ、さっき倒したのどこだっけ？方向音痴としては、ネザーは結構きついものがあるな。景色が全然変わり映えしないもんね。あ、あったぞ、この辺だ。てかまだガストの声聞こえるし。お、なんか落ちてるぞ、拾ってみよう。ふむふむ、チーズインハンバーグの涙か、なんだそれ。ところで霊夢、今回わざわざネザーに来た目的とかはあるのか？そうですね、漠然とはしてるけど、ネザーオートは欲しいね。ネザーオートは、ポーションを作るのに必須みたいだから。なるほど、ネザーオートか。今後水族館建築とか、海底神殿攻略とか、水の中で作業するのに、ポーションは必要でしょ？ま、確かにそうだな。でも、ネザーオートどうやって探したらいいんだろうな。よくわかんないけど、右の方に変な金色のやつが浮いてたじゃない？ああ、あいつか。きっと、あっちの方に行けば、何かがあるってことだと思うの。でも、あっちに行くのかなり大変だぞ。ここに橋を架けなきゃいけねえじゃねえか。仕方ない、怖いけど、やるしかないわね。あの、何かご用ですか？あ、すいません、あなたを倒そうと思ってるんですけど、このマグマが邪魔で、橋を架けてもらえませんかね。ははは、はなるほど、奇遇ですね。私もちょうど、橋を架けようと思っていたところなんですよ。そうでしたか、それはありがたい。私を倒さないといけませんものね。そうなんですよ、いやー、あなたに会えて、ラッキーでしたよ、ははははははは。え、あ、ちょ、橋。痛い、ちょ、あなた、早く橋を。そりゃそうなるわな。よし、あと少し、あと少しで走。もう静かだけー。霊夢、やけになって捨て身のマグマダイブを繰り返している模様。頼む、耐えろ、耐えてくれ。うおー、耐えたー。って無理しすぎだろ。は、これでやっと橋を架けれる。でも、ガストの涙とか、いろいろロストしちゃったな。わずかに残ったアイテムもあるけどね。そういえば、さっき倒したやつは、ウィザー骸骨の頭か。一応これは助かったな。ほらほら、やっぱりなんか、建物みたいなのあったよ。ほうすげー、ネザーにも建築物があるんだな。でも入り口がどこか全然わかんないのよね。なんか、上の方に窓みたいなのがあったから、そこから侵入しようかと思うよ。はぁ、やっと上まで着いたね。早速、柵を壊しちゃおうぜ。わ、なんか廊下みたいだな。あー、チェスト発見。やったな、お宝が入っていそうな予感だぜ。と開ける前に安全確認。よし、開けるぞ。ネザーを取ったー。やったな、一応目標達成だぜ。まさか、チェストの中で見つかるなんてね。さ、ネザーオートもゲットしたことだし、もう帰っちゃう？せっかくだし、もう少し探検しようぜ。あ、ほら、あっちにもチェストじゃね？マジか、またまたお宝ゲット？とその前に左右の安全確認。安全確認、大事なんだぜ。わ、びっくりした。多分ガストだ、大丈夫だな。でも一つチェストあるし。おお、こっちにはネザーオートと、バグも入ってるな。こっちにはダイヤモンドね。数は少ないけど、これは結構嬉しいな。ということで、なんとか帰ってくることができましたね。はぁ、怖かったぜ。まあ死んではしまいましたけど、最終的にはいろいろゲットできてよかったね。はい、これが初めてのネザーでゲットしたものたちだよ。まあ十分ではないが、バグとか手に入ったの地味に嬉しいな。あ、そういえば倒さず逃げちゃったけど、こいつを倒すとゲットできる、ブレイズロッドも、ポーション作りには必要みたいだぜ。マジか、またいつかリベンジしたいわね。ま、何はともあれ、今回はこの辺でお別れだぜ。最後までご視聴ありがとうね。まったねー。